どうも、しげしげです。本日も無課金サブアカしげパズやっていきましょうということで、本日は先日実施されましたアンケートに答えてイベントメダル黒をいただいたんですけれども、これによってなんとかイベントメダル虹をかき集めることによって、こちらスライムかはぐれメタル交換できるようになりました。ちょっと見やすくしましょうか。メダルをこれですね、これで、まあ、二次メダルがね、ゼロになっちゃうんで、ちょっとあれなんですけど、はい。これで、はい、5枚になりましたと、交換できますね。スライム、オア、はぐれメタル。どちらかを本日交換したいと思います。よろしくお願いします。まあ、交換する前にね、性能をおさらいしていきたいと思うんですけど、まずスライムの方。これは、ま、変身キャラで面白くてっていう感じで、まず8ターンで群れに変身して、3ターンでさらに群れに変身して、3ターンでさらに群れに変身してからの目覚めつきからのキングスライムで4ターン全回復、3種全回復スキルで、まあ HP の 40% 回復だったり、あと無効換薬もできたりね、あと列も漏れるし、なかなか面白い性能してるんですよ。まあ水の回復薬としては、まあこの形態であればね、完璧に強いんですけど、まあ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 、ここまでの変身を考えるとっていうのがあるんですよね。うん。まあ長いフロアとかだったらね、序盤雑魚敵の間で変身こう、まあ威嚇したり、こうね、ヘイストしたりで回してって、まあボス戦とかボス前とかにはこの形態でみたいな感じがまあできなくもないんですけど、まあちょっと使いづらいかなっていう僕の中では。やっぱりね。そんな感じの評価です。どうしても、ロマン枠というか、スライムとかドラクエが好きな人が使うかなっていうキャラ感は否めないですね。で、スライムレベル99に関しては、まあ、性能とてもいいです。とてもいいんですけど、このキャラね、変身キャラでもないんですけど、限界突破と超覚醒ないんですよね。まあ名前の通りレベル99っていう原作再現というか、だから、まあ、レベル最大がレベル99なんでっていうところがあるんだと思うんですけど、聴覚性分ちょっともったいない感じがしていて、まあ、ただね、スキブ4あったり、コンボ強化も4あったり、で、スキルもね、4ターンで、まあ、列変換もあったりとか、リーダースキルには固定700万追撃ついてたりとか、まあ、面白い性能してるんですけど、まあ、これもちょっと、まあ、使わないかな、聴覚成分ちょっともったいなくなってるかなっていうのがありますね。まあマルチとかだとそもそも聴覚成なしだから気にならないみたいなところありますけど、まあこのアカウントマルチやるとしても、生放送とかで3人ワイワイとかになるんで、まあ3人ワイワイだと聴覚成生きてたりするじゃないですか。そう、マルチやんないからソロ戦で3人ワイワイでって考えると、やっぱり聴覚成欲しかったりするわけですよ。まあちょっとあれかな、交換するほどのものでもないかなと思っております。ということはね、もう消去法で今日交換するのはぐれメタルだって思う方いると思うんですけど、まあその通りで、今回はぐれメタルを交換したいと思います。このキャラはまず覚醒スキルから見ていくと、回復エルジ2個持ち、2個持ちっていうのまだまだ全然片手で数えるぐらいしかいないんじゃないですかね。に加えて超コンボ強化のコンボ強化の2体攻撃2個で、超覚醒に関しては無効貫通もしくはスキブプラスもしくはウェイをさらに持てたりします。そうなんで、まあ火力しっかり出せるし、なおかつこの回復 L 字消も含めてあげれば耐久力も伸びたり、あとまあバインド回復もできたり、まあ攻撃力 1.5 倍かかったりね、するわけですよ。まあ強いよね、普通にね。覚醒スキル優秀です。で、スキルに関してはね、ほんと唯一無二なんですけど、20ターンで2ターンの間ダメージ吸収、無効からのダメージ無効貫通、これ系のスキルはね強いですよね。で、さらに敵全体に攻撃力300倍の非属性ダメージ、ブレスも飛ばすことができると。まあまだ多分ハマった瞬間はないと思うんですけど、まあおそらくハマる時も来るでしょうねっていう、結構優秀なスキルを持っている上に、リーダースキルがバカにならなくて、まだメインアカウントで1回しか使ってないんですけど、総 HP が半減するんですけど、4色以上同時攻撃でダメージ軽減からの攻撃力22倍、この火力覚醒でさらに高倍率持っていて、で闇4個以上つなげて消すと激減がかかるんですよね。
激減軽減で3コンボ加算もあってっていうね、なかなかバカにならないリーダースキルを持ってるわけですよ。まあそのトータルで性能が面白いなって感じです。覚醒スキルも優秀だし、スキルも面白いし、リーダースキルも面白い、まあ、トータルでね、いいキャラだなっていうのがあるので、このキャラを交換したいと思います。これの性能はほぼガチャゲンと言っても遜色ないというか、まあスライムに関してもね、このキングスライム最終変身の形態で言うと、まああの水はね、回復薬が本当に層が薄いので、まあ、持っておきたい気持ちがしなくもないですけど、このアカウントね、幸運なことにまだ作れてないんですけど、アルバートをね、今のところ2体持ってるわけですよ。そうなんで、まあ神秘ね、ちゃんと回れば水アルバートも作れるしで考えると、うん、まあこれでもね、ターン数2ターン分キングスライムの方が、まあ、上かなとは思うんですけど、まあそもそもね、そこまでの変身のターンとか考えたら、まあ、うん、全然水アルバート作れるなら水アルバートでいいんじゃないかなっていう感じなんですよ、個人的な判断としてはね。なんでまあスライムはスルーできるかなという結論で、ここまでベラベラ喋りましたが、はぐれメタルを交換したいと思います。メダルがマジでもうなくなっちゃうんですけど、次も発表、今日まさにね発表されたので言うと、式神使いとあやかしガチャが来るんですけど、そのガチャにはおそらく交換はないので、新規で追加とかの可能性なくもないけど、まあないと思うので、まあまた8人サクッととかねやってればメダルはたまるし、まだそう終わらせてないんで、1人サクッともねメダルもらえるやつ、例えばオートマッチとか、うん、この辺とかもまだこんだけねメダル虹だったり黒ももらえるしで考えれば、まあいいかなと思ってますよ。はい、そんな感じでいきたいと思います。まあこの間の生放送、飲み放送とかでもね、コメントあったんですけど、シゲパズルとかシゲドラとか交換しないんですかって。シゲドラはね、もうコラボ禁止だから交換しないんですけど、シゲパズはかき集めたメダルで、はぐれメタルをいきたいと思います。何かの参考になれば幸いです。はい。はい。いや、いいよな。はぐれメタルいいよな。OK。ありがとうございます。スライムもね、欲しいけどね。まあまあまあ、後悔ないですよ。ありがとうございます。ちょっとね、今いろいろ忙しくて、こっちのね、交換所のね、キラーマシンとか、ホイミスライムとか、スライムナイトとか、まだ交換できてないんですけども、しっかり終わらせますので、皆さんもね、取れるものは取っておきましょう。メダル余ってる方は、全然、スライムもいっていいんじゃないかなと思いますけれども。はい、本日は以上です。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。さようなら。